8324826811がハイチ。改めましてどうもハイチです。今回はですね、集中力というテーマで喋っていこうと思うんですが、自分のところにもね、悩み相談で集中が続きませんっていう悩みは非常に多いところなので、特に今回今12月直前か冬場に撮っておりますので、冬だからこそっていうところも含めつつ、皆さんのね、集中力、勉強ライフがより充実するようにポイントを喋っていこうと思います。まず一つ目のポイント、キーワードは明るさです。ということで、ちょっと画面を机の上に変えてみました。さあ、明るさは何の明るさか。これよく言われるのが、部屋の明るさを明るくした方がいいんですよねってよく言われるんですが、それも個人的には正解だと思ってます。思ってるんですが、より大事なのはもっとピンポイントです。どこかっていうと、手元の明るさです。皆さん人によって様々だと思うんですが、例えば部屋のライトだけを使ってる方、自分もそうなんですけど、あとはデスクライト、勉強机ってよく真ん中にこうライトがあるので、ここにねライトがあって、それを使ってる方いろいろあると思うんですけど、とにかくどのライトを使っても構わないので、皆さんが書いてる手元、勉強してる時のここですね、皆さんが書いてる手元、ここがちゃんと明るくなってるかっていうのを一番に気をつけてください。例えばですね、どんなに部屋が明るくても、自分ちょっと右利きなんでこう書きますが、右からライトが当たってるとします。そうすると自分の手でこの手元、書いてるこの部分は暗くなるはずです。もし右から強いライトが当たってる場合はね。そうするとどんなに部屋全体が明るかったとしても、みんながね、勉強して見てるのはここなんですよ。ここの書いてるところが暗くなってしまうと目が疲れてしまうし、その見てるところが明るい方が集中しやすいんですよね。例えばみんなが1年間で 2,3 時間しか作業をしないって言うんだったら、別に 2,3 時間暗くてもいいと思うんですよ。でも違いますよね。特に受験生の方とかテスト前の方っていうのは、毎日何時間で勉強してる、そのちょっとした疲労ですね、暗いところを見てる疲労が蓄積していくと、やっぱり眼精疲労とかにもつながってしまうし、細かいところですけど集中力っていうのが徐々に弱まっていくようになってしまうんですね。なので手元の明るさっていう部分を意識して勉強の環境をね、ちょっと作ってもらえたらと思います。そして2つ目のキーワードは温度です。これはみんなが勉強する場所、勉強部屋とかリビングの温度、部屋の温度の話になるんですが、例えばエアコンを使う方、あとヒーターを使う方とかいろいろいると思うんですね。で、そのエアコンとかのあったかい風、冬場で言うんだったらあったかい風っていうのは絶対に直接当てないでください。特に勉強してる自分に対して当てないように風向を調整しましょう。部屋の温度って何度がいいんですかっても聞かれるんですが、これに関しては好みがあると思うんですね。で、自分がよく言うキーワードとしてはちょっと不快です。夏場だろうが冬場だろうが、少し不快な温度にしておいてください。夏場であればちょっと暑いかなぐらいで、冬場であればちょっと寒いかなぐらいが自分にとってはちょうどいいかなと思ってます。いろんな本とかいろんなサイトを見ると、足は温めた方がいいとか、足は冷やした方がいいとか、いろんなことが書いてあるんですね。自分は医学を専門ではないので、その医学のね、専門的なことっていうのは言えないですし、こうしなさいっていう話もできないんですけど、自分の経験則の話をすると、寒すぎるとか暑すぎるっていうのはもう不快が勝ってしまって、集中ができないんですよね。例えば冬場であれば、女の子末端冷え症のこと多いと思うんですけど、やっぱりこう足がさ、ちょっと寒いながらたらまだいいんですが、もう寒いみたいな、足をちょっとこうどっかに擦ってたいみたいなになっちゃうと、そっちに意識いっちゃいますよね。だから集中できなくなっちゃうんですけど、だからってポカポカ、心地いい場所にいすぎると眠くなるんですよ。具体的に冬場自分どうやって勉強してたかっていうと、ちょっと寒いぐらいに設定するんですよ。自分エアコンの温度、作業するとき19か20度ぐらいにね、設定するんですけど、ちょっと寒いなっていうところに、膝が寒ければ膝にブランケットかけたりとか、ちょっと上が寒いなと思ったら上にちょっと羽織って、ちょっとあったかいなぐらいな感じでやります。で、眠くなってきたなとか、少し集中が落ちてきたなと思ったら、その羽織ってやつを取って、もっと寒い環境にえいってやる感じで、そうやってメリハリをつけたりしてたので、これがベストな答えではないんですけど、その部屋の温度とかもこの温度じゃなきゃダメっていうのはないです。皆さんにとってのベスト、皆さんの勉強環境としてベストを見つけてほしいので、そのきっかけ作りとして考えてもらえたらと思うんですが、確実に言えることは、あったかい空気とか冷たい空気っていうのは直接当てないようにしてください。そして最後、3つ目のキーワードが
目の疲れです。例えば頭痛とか、まあ、お腹が痛いとか歯が痛いっていうのをちょっと想像してほしいんですけど、その状況で勉強しようと思ったら集中力しにくいなって、集中力下がるだろうなってイメージしただけでもわかると思うんですね。ただ目の疲れとか、まあ、眼精疲労に関しても同じような状況が起こるわけですよ。ただ目が痛いってなかなかならないんですよね。目がちょっと疲れてんなぐらいだと思うんです。でこの状態がもう集中力下げてくるんですよ。で皆さんは勉強してる時にとにかく目を使ってます。で今の子、まあ、自分もそうですけど、休憩の時って多分スマホいじると思うんですよね。パソコンでなんか動画見たりとか、つまり休憩の時も目を酷使してるんです。目が休まってないんですね。だから目が疲れたなの状態で休憩入ってるんだけど、目は休憩してないんで、眼精疲労に関してはどん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 蓄積していく、その部分では集中力が反比例してるからどんどんどん下がっちゃうんですよね。じゃあ何してほしいかっていうと、当然まあ休憩の時にスマホ見たいとかっていうのもあると思うんです、あると思うんですけど、ちょっと目を休める時間を定期的に作るっていうのをぜひしてください。例えば薬局とかにね、ホットアイマスクとか売ってるじゃないですか。ちょっと値が張りますけど、自分はよくああいうのを使って目を休めるようにしてます。ホットアイマスクを使わなくても、例えばタオルをね、ちょっと熱いのお湯につけて、まあ、絞ってホットタオルかを作って目の上にこう置いてさ、5分ぐらい休むだけでも目の周りこうじわーんとあったかくなって、血行が良くなってね、疲れ飛んでいきますので、ぜひ勉強するときに目を休めるっていうのをどっかで意識して作ってください。今回ね、手元の明るさ、そして温度、目の疲れっていうキーワードで喋ってきました。でまあこれ全部一貫して言えることは、これがベストっていうのはないです。まあ部屋の温度とかもそうですしね、明るさはこのぐらいがいいよっていうベストはないんですけど、逆に言うと答えもないと思ってて、皆さんにとってのベストな勉強環境っていうのを探してほしいんです。でそのきっかけとして、あ、こういうことが大事なんだってことを言ってる、せっかく見てくれたのでね、言ってたなと、じゃあちょっと活かしてみよう、自分に合ってるなら取り入れてみようみたいな感覚でね、やってもらえたらと思いますので、まあ、受験生これからね、もっともっと気持ち的にも辛くなってくる時期ですから、まあ、勉強の環境というか集中力を高める、ほんとちっちゃなことですけど、そのちっちゃなことの積み重ねがね、勉強の効率アップにつながると信じてますので、よかったらね、参考にしてみてください。